たっていうホテルの今にいます。で、そのミラフローレスという地区にあるラルコマールというショッピングセンターみたいなところがあって、そこのところにいるところです。で、このところで、このところヘルマーダ、ヘルマーダスというところで今頼んだんですけど、こちら、このペルーの、ね、国民食ということでロモサルタドスですね。このポテトと肉が入っててご飯があってて、結構国民食からみんな結構食べるんだけど、あ、今ちょっといただきます。うん、うまい。日本人からするとこのご飯とこのポテトっていうのはちょっと違う感覚すると思うんだけど、意外に結構合う感じです。で、これあとサラダ頼んで、あとこちらのレモナードで、これセットで大体30ソルなんで、日本で1000円ぐらいです。で、まあ、ちょっとこのレモナード飲みます。これ美味しいっすね。やっぱり結構ね、あのビタミン C が取れてる感じ、めちゃめちゃ美味しいっす。こんな感じで、ここの場所はね、名刺の皆さんに来ていただきたいと思います。